息は中国、または日本の妖怪。人に取り付いて首をくくらせるとされる。中国での息は、息と読み、小図だな、太平五蘭、両彩詩位などの中国の古書に記述がある。中国の伝承においては、明界には一定の人口が定められており、この人口を常に保つ必要があるため、死者が別の人間として伝承して、明界を去ろうにも、 自分に代わる後任の死者が、冥界に入らなければ、転奨の許可が降りない。この時、死者が、少女の死をただ待っているだけではなく、積極的に自殺や自己死を幇助することで、自分の代替を求めることを、鬼二宮代という。王者が生まれ変わるには他者に自分と同じ死に方をさせる、ことが条件らしく、意志した死者が、少女に取り付き、自分と同じように意志させようとしているものが、 息とされる。民間伝承や昔話に見られる、息の話はどれもほぼ同じである。宿に泊まった者が、紐を手にした何者かの影を見かけた後、隣室で女が意思を図り、慌てて止めたところ、先の影は息であり、隣室の女は理由もないまま息によって意思させられようとしていた、という筋が多い。中華民国の時代に入ると、釣りさつき、釣り式などと呼ばれ、 同様に自分の身代わりに死ねものを求める例のことが民間伝承や昔話の中で語られている。夜窓気団より、一岐、久保田部井筆日本では、五木と読み、幕末の旗本文子、鈴木桃の随筆、保護の裏書き巻一に以下のように語られている。ある組頭が江戸の工事町で主演をお開き、ある同心も客の一人として来るはずだったが、なかなか現れない。 やがて現れた同心は、休養があるので断りに来たと言って帰ろうとした。組頭が訳を問いただすと、首をくくる約束をしたと言い、しきりに帰ろうとした。組頭はその同心が乱心したと見て、酒を飲ませて引き止めたところ、やがて同心は落ち着いた。やがて、クエイ御門で、首吊り自殺があったという知らせが届いた。 組頭は、息がこの同心を殺そうとした者の,の諦め、別の者のに取り付き、これで、彼についた、息は離れたと考え、再度事情を問うた。すると同心は、夢の中のようなぼんやりした状態だったのでよく覚えて、いないがと言いつつ、敬意を話した。それによれば、クエイ五門の元まで彼がやってきたところ、何者かが、首をくくれと言った。なぜか彼は、 拒否できない気持ちになり、組頭の元へ行って断ってからにしたいと答えると、相手は、早く断って来いと送り出したのだという。事情を知った組頭が、今でも首をくくりたいのかと尋ねると、同心は首をくくるそぶりをしながら、穴恐ろしや、恐ろしやと答えたという。昭和、平成以降の妖怪関連の文献では、この一期は推死者の例とされ、これに取り付かれたものは、 川に飛び込んで自殺したくなるもの、などと解釈されている。江戸時代の祈談集、絵本百物語には、死神と題した絵があるが、これは悪念を持ったまま死んだ者の例が、同様に悪念を持った者を首くくりなどに合わせようとしているものとされ、近世の宗教における死神より、本校の域に近いものと指摘されている。ありがとうございます。